よっしゃー、本田翼がやってるっていうデッドマイデイライトできるぜ。はい、もう生放送久しぶりですね。デッドマイデイライト初見でやって以来なんで、はい、あの操作とか多めに見てくださいね。はい、ムチオさん、はじめまして。はい、あの参加自由なのでぜひぜひやりましょうということで、まあまあとりあえず生存者からでね、レベル9に上げたんですよね。最近スキルツリーを解放してレベル9に。はじめまして、初コメです。拝見させていただきます。どうも、いやいや、よろしくお願いいたします。 M、 いやいや、丁寧すぎますよ。別に気軽に見てくだされば、あのいろいろいろんなコメントしてくださればいいんで、はい、ありがとうございます、ご丁寧な対応。まあこれね、デッドバイレイだと何がいいかって言って、マッチングが生存者の場合スムーズ、キラーは結構待たないといけないけど、まあ今日日曜日だから多分キラーもスムーズなのかな、わからんけど。まあまあだいたい2時間ぐらいを予定してます。あれなんですよ、まあまあいいか。まあいいわ。あ、準備完了。マジまだいまだに発電所を正常に動かすのが慣れなくて、何回か爆発を起こしてしまうかもしれないですけど、まあそこは多めに見てやってくださいよ。別の動画でスチームのレベリング大変参考になりました。ありがとうございました。 M、 あれ、ありがとうございます。レベリング、スピン、あ、レベリングね。あ、最近上げたやつですね。はい、結構ね、自分も調べながら動画撮ってるんで、自分自身も役に立ってるっていうのもあるんですよね。だから自分が調べて自分が役に立っている、だからみんなの役に立つはずだっていう順番なんですけどね。お、結構これ明るくないか。これ場所によって明るいのかな、月明かりかな、よくわからんが、まあなぜこのゲームが流行ってるかっていうのはもうね、ルールが単純っていうことですよね。誰でも把握できるルール、ただ逃げて逃げて逃げて脱出すればいいだけっていうね。ユーロさん、BBD はコントローラですか？キーボードでしょうか？あ、キーボードです。2D アクションとかアクションゲームでない限りは、ほとんどキーボードですね。自分は。あ、いきなりソールドアウトしてるじゃん。おい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 。全然見つからないぞ、電気、発電機が見つからねえぞ。だいたいこの隅の方に1台は絶対あるのが相場なんだけど、これ一周半周も回ってるけど全然ない。あー、いた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 、やべやべやべ、なんかめっちゃやばいな。助けられるかな。私もマクレガーさん推しです。笑いました、わら。やばい、ありがとうございます。マクレガーさん推しで、これ負傷したら医療セットとかを取らないと自分で回復できないんですよね、確かね。あ、ここにあるかも。
この調べるのにもめちゃくちゃ時間がかかるっていうのがな、結構な。おお、懐中電灯か。プレイしていなくても伝わってくるドキドキ感がたまらないですね。あー、ドキドキ感ね。そうですね、もうこのゲームの最大の売りですよね、ドキドキ感。あー、おー、なんかいるぞいるぞいるぞ。うわ、またやられとんのかい。まあちょっと助けに行きますか。あそこね、わかったわかった。誰も発電機を、この段階で誰も発電機をいじっていないっていう。やばいか。OK。 発電機がまだ一つもまだ、とても厳しそうですね。厳しそうですね。みんな多分ど素人でしょうね。あと2人、負傷2人。え、これどこにあるんだ発電機。こんな見つからないことがあるんだ。真ん中の方なのか。嫌だな、行くの嫌だな。あそこにいるのか。なるほどな。あもう絶対無理じゃん。どこにあるんだ。全然見当たらんぞ。まあ助けないと話にならないですよね。こんだけ見つからないことは今まで初めてかも。発電機ってそんなに見つけるの苦労したっけ。全然ない、わらわら。ねえ、こんだけないことあるんですね。あの人は医療セットを持ってるから自分で治療できるんだな。これな、このライト何の意味があるんだ。これここにいますって知らせてるようなもんだな。橋を歩い、電灯があるのでそれを目印にすれば良いかと。電灯がある、これが目印。あー、ここにいますよ的な感じか。
こんな中とかにあるのかな、発電機。うわー、なんかここ死刑場じゃん。お、宝箱がある。頼む、医療キット来い。おっしゃ、来た。これはどうやって使うんだ。これでいいのか。あれ、あー、そうかそうか、あー、そういうことか。はいはいはい。いえ、発電機のそばにはほどほど電灯がチカチカしていると思います。あー、そうなんですね。よし、じゃあこれは医療キットじゃなくて修理キットだったのか。せめて一矢を報いたい。せめて一矢を報いるぜ。おっと、死んだか。これもう絶対リセットしてるだろうな。配信してなかったらリセットしてるパターンだな、これは。電灯がチカチカしてる。あー、ここか。あった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 。オッケー。あ、おいおい、来るんかい。うわー、なんか舐められてる舐められてる舐められてるぜ、舐められてるぜ。舐められてるとはまさにこのことだ。あー、やられた。やられたか。タイスタイス、逃げて。もう無理でしょ、どう考えても。確か1ヶ月ぐらい前に安くなってたような気がするし、まあ UBI のソフトもね、割と定期的にセールする方なので、まあ朝栗もそのうち安くなるでしょう。別にオンラインプレイを主とするゲームじゃなかったら、シングルプレイを主としていたら別にね、古くても関係ないですからね。やっぱオンラインのゲームとなるともう早めに買った方がいいので、セール待ってられないですけどね。あー、ちょっと緊張感を持っていこう。緊張感を持って。ただ今回の神話みたいなストーリーが面白そうで。ああ、そうですよね。あそこで逃げてんのか。ああ、確かにね。自分のパソコンでね、でもね、あれなんですよ。あの、ユープレイが、なんか。ユーロさんの動画見てまだ手を出せてなかったポータルを最近やったんですよ。ああ、そうなんですね。面白かったです。ああ、そうですよね。ポータル面白いですよね。長く遊べますよね、あのゲームは。ああいうこう長く遊べるゲームを買って、まあプレイするっていうのもいいですよね。あーっと、やってもうた。
やってもうたけど、ここは頑張ろう。こういう場合で助けに行った方がいいのかな。あれ、やばいな。ちょっと助けに行こうか。こんにちは。あ、こんにちは。久しぶりの BBD ですね。久しぶりですね。また拝見します。はい、ありがとうございます。いつもケイシーさん、いろんな情報を助かってます。スイッチ版でしかね、配信されないのをなんか誤って伝えてたみたいですね、週刊スチーム通信で。すいませんね。よし、助けるぜ。よし、今度はなんかいい感じだぞ。さあ、あと2つ。街灯があるとこ、ここか。あ、もうでも今これついたのかな、この下かな。あ、違った、またここだ。死刑場だ。死刑場には用はないぜ。ちょっとアイテムを見ようか。こ、大体の感覚でしかないのですが、一人が釣られてて他の人が負傷した場合は、負傷した人をキラーが追っているはずなので、ああなるほど、救出した方が良いですね。なるほど、そういうことなんですね。救出するタイミングもありそうですね、このゲーム。あれ、どっから入ってきた。あ、こっちか。で、走ったらダメなんですよね、音が聞こえるんですよね、確かね。あ、ここかな。お、残り1になってる。みんな頑張ってんな。自分も頑張らないと。おっと、頑張って助けに行くか。あ、あれ？逃れたのか。すげえ。あー、やられてる。ここは助けたい。あれ、ここ行けないのかな。行けない、やべ。 OK、 大丈夫か。今助ける。足音が聞こえて約5秒間足跡が残ってしまいます。あー、そうなんですね。じゃあ歩こう。おっと、また一人負傷してる。とりあえず出口だけを先に開けておくかね。そうしましょう。出口どこだ、出口。こっちないんかい。あ、あったあったあった、よし。あっと、いるな、いるな。前回 DVD マッチありがとうございました。あ、ありがとうございました。またぜひ、今回もぜひ。ちょっと俺助けに行ってくるわ。あや、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 助けに行ってくるわ。やっぱり仲間は助けないとね。
ページも昨日から公開されてて、10月中には配信予定みたいです。ああ、そうなんですね。結果的には SWIPCH と同時かもしれません。お誘いしていいのかわからないんですよね。動画編集とかで忙しそうですし。いや、大丈夫ですよ。やばい、すまん。じゃあ、逃げよう。やったぜ。お、サバイバルの宝アンロックしたぞ。お、全員逃げられたのかな。よし、アップグレードしよう。お時間があったらお誘いしますね。BDD。あ、お願いします。GG です。ありがとうございます。GG。ここに来ていきなり あれになりましたね。逃げられましたね。これあれアップグレードできないのかな。あ、できるできる。チャララ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 ラ。